JR 大分駅前に設置されている授乳室です。こちら中を見てみますと、私の膝下くらいの高さの内壁が壊されていて、現在、紙を貼る応急処置がなされています。大分市によりますと、今月20日夜、大分駅前にある授乳室の壁が直径50センチほど壊れているのを警備会社が発見しました。 授乳室は毎日清掃かつ作業が行われ、夜間は施錠されていることから、20日の夕方から施錠される午後10時の間に何者かに壊された可能性があるということです。市は今日警察に被害届を提出するとともに、適切な利用を心がけてほしいと呼びかけています。